おそらく硯からマグカップが届きましたので開封の儀式をしていきたいと思います。まあ、マグカップはねこういった会社とかには定番なんですけど、なるほど、まあそのままなんですが、こういうもんですね。もうちょっと、もうちょっと、画像が大きくてもよかったかもしれないですね。うん、あと多分正面で切ったつもりなんですけど、ちょっと、この持ち手側に寄っている印象があるので、はい。これからちょっと修正しまして、もう少し大きめにして、なんかね、こうやって飲んだ時にこう、文字に変わるかなと思ったんですけど、案外小さく見えるんで、もうちょっと大きくして、で、もうちょっとセンターの方に寄せて作っていこうと思いますので、はい。ぜひ皆さん、お買い求めいただければというふうに思います。